フレッド・アーミセンはアメリカ合衆国のコメディアン、俳優、ミュージシャン。サタデー・ナイト・ライブの出演者。祖父は韓国系日本人で舞踏家の国政さハッティズバーグで生まれ、ナス総軍、バレーストリーム村で育つ。母親はベネズエラ人、父親はドイツ・ニーダー・ザクセン州出身の IBM 職員。父方の祖父は日本の保護下にあった大韓帝国時代の ウルサン生まれで日本統治時代に日本に留学し武闘家振付師となった国政さ国は東京帝国大学卒業後日本と同盟国だったナチスドイツ時代のベルリンに留学し、1941年にドイツ人女性ガブリエラ・ヘルベルトとの間にアーミンの父親を設けたがナチスドイツ崩壊時に日本に強制送還され、 ドイツに残されたガブリエラは子供を連れて、アーミ先生の別の男性と結婚した。アーミ先生は、マンハッタンの美術学校スクール・オブ・ビジュアル・アーツを中退して、1988年に、シカゴのロックバンドトレンチマスのドラマーになり、1990年代には、ブルーマンのバックバンドでドラムを担当した。デートナイト・ウィズ、コナン・オブ・ライエニや、アダルト・スイムなどのテレビ番組に、 コメディアンとして出演し始め、2002年からサタゲーナイトライブに出演するようになり有名になった。2017年10月に有名人の家系をたどる番組ファインドやルーツに登場し、永年日本人だと思っていた父方の祖父が生物学的には韓国人であったことや、その一族が長い歴史を持ち現在も韓国に住んでいること、祖父がドイツ滞在中ナチスに雇われて、 公演活動し、米国軍情報部にスパイと疑われていたことなどを知り、収録後に東京にある祖父の記念館を訪ねる様子が放映された。祖父とは生前数回会ったことがあり、振付屋であったことは知っていたが、知名度のある人物とは知らなかったという。スーパーマリオの新作アニメ映画は2022年、ホリデーシーズンに公開。マリオなど、 登場10キャラの声優キャストも決定。任天堂ダイレクトファミ e c t m i z u c o m 2021年9月24日閲覧。ありがとうございます。